パンがなければケーキを食べればいいじゃない、マリー・アントワネット。ジャズがなければジャズを作ればいいじゃない、ヨアラ所長。こちらは本部だ、ヨアラ。向かっているのか。ああ、バッチリだよ。しかし雪がすげえな。まあ安心しろ、もうすぐ着くところだ。この電話だと足がつくかもしれない。郡山駅の1階に公衆電話があるから、その電話で俺に今日の作戦を教えてくれ。作戦はまずはスイング、そしてコンテンポラリー、そしてジャズワルツの順番で演奏していく。よし。雪が降っててクソ寒いんだけど、俺はジャズを伝えなくてはいけない。今日の任務は分かってるのか。ヨドバシカメラの BGM にしれっとジャズを混ぜることだ。下手したらつまみ出せるぞ、気をつけろよ。心配するなって笑ってお出迎えだ。美人だな、ブレてるけど。早く3階に行け。心配すんなって、もうついてる。ここが今日の会場か。さあショーの始まりだ、ジャズ。ヨドバシカメラジャズ化計画のルールを説明しよう。ルールはヨドバシカメラの曲をスイング、コンテンポラリー、そしてワルツの順番で弾いていく。ヨドバシカメラ郡山店の BGM をジャズに変えてくれ、ヨアラ所長頼んだぞ。まずヨドバシカメラの曲をスイングで弾いてみろ。俺を誰だと思ってるんだ。俺はジャズピアニストだぜ。ヨドバシの BGM ぐらいなら余裕でついてってみせる。本部の連中に俺が教えてやるよ。ジャズの醍醐味はセッションだってことにな。大丈夫だよ、俺はもう駅にいる。あとは帰るだけだ。待たせたな。任務完了だ。そこにジャズがなければ俺はジャズを作る。次はお前の街に行く。チャンネル登録をして待ってろよ。